ダイナミックグローブは日テレジータスで月に1回放送されるボクシング、中継番組及び放置新聞社が共産、講演するボクシング工業の名称。2009年3月までは地上波の日本テレビでも放送されていた。日本テレビでのボクシング中継は1954年12月21日に開始され、この時より放置ダイナミックグローブとして放送。 当初は不定期放送だったが、1959年10月より、毎週月曜日のプライムタイムに放送。その後テレビボクシング黄金時代となると、日本テレビでは、火曜にも、ファイティングパンチを放送、1964年4月からは、金曜日に移動し、日本プロレス中継へと、各週で1965年2月まで放送された。1962年4月の、 高楽園ホールコケラ落としも放送した。1969年9月29日に全695回に及ぶ毎週レギュラー放送は終了。その後、日曜21時30分22時26分枠のドラマ路線が中断したのをきっかけにサンデーワールドボクシングというタイトルでサンデーナイトショー、サンデーデラックスショー、寝るには早いドンといけ。用意ドン。 だと、並行して、1970年8月23日までに500回以上を放送。以降は、単発放送を経て1981年10月10日に、レギュラー放送が12年ぶりに復活したが、回数はリセットされ、2012年4月16日で500回を数えた。長らく、定見プロモーションと提携して、主に後楽園ホールで月に2回ほど、 ダイナミックグローブの名称で興行を行っており、矢広ロ郎やカ西雄一、大和チ、西岡俊明、東京帝権所属選手が長年メインイベントを務めたが、この大会の模様を地上波ではダイナミックグローブの名称で月に1回放送。1980年代後半や1990年代初頭には、高橋直人やタ吉ヨ一郎の試合を、 ダイナミックグローブ特別版として日曜の昼間に放映したこともあった。また会場は後楽園以外の場合もある。なお、CS 放送の日テレ G ではダイナミックグローブスペシャルとして生中継、もしくはディレイで完全放送している。かつては CS 日テレでも主に著作権の関係で同時放送できない地上波番組の代替として時差放送されていた。 1997年以降は、毎年12月の全日本新人王決定戦を、放映している。2008年4月5日の榎木、キ、ヒ VS 青龍館戦は、BS 日テレで、初めて中継された。で、この工業が、格闘技小ラ落としとなった長谷川穂積、青龍館、山中新介らの世界タイトルマッチになると、放置新聞社は、 ワールドプレミアムボクシングの名称で公業を講演する。この模様は地上波のプライムタイム枠で中継される。2009年3月7日深夜の放送をもって地上波レギュラー枠としてのダイナミックグローブ放送は終了。ただし G での放送は継続。2010年4月より BS 日テレにおいて長谷川の所属先である神戸。 新生プロモーションがたま数月に主催するリアルスピリッツを放置新聞社と共に講演する形で定期放映を開始した。リアルスピリッツは2012年から G でも放送されていた。BS での放送開始前は地元局であるサンテレビで2009年8月まで放送されていた。この記事は以下のカテゴリでも参照できますファイティングパンチに関するカテゴリー サンデーワールドボクシングに関するカテゴリボクシング激闘列伝に関するカテゴリありがとうございます。